皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファーストアンドライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは、皆様この正月はいかがお過ごしだったでしょうか。そして世界中の皆様にもこの団蔵チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 Everyone in the worldThank you for watching. この YouTube、 私スタジオがありましてね、せっかくなのでね、ご視聴いただいている世界中の国の皆様、国名読み上げたいと思います。日本、韓国、台湾、ユナイテッドステイツ、カナダ、香港、イギリス、ドイツ、ロシア、フランス、スウェーデン、ノルウェー、イタリア、オランダ、スペイン、ポーランド、シンガポール、デンマーク、チャイナ、スイス、タイ、チェコ、フィンランド、インドネシア、スロベニア、オーストラリア、ベトナム、マカオ、ギリシャ、ネパール、ルーマニア、オーストリア、モロッコ、新たに今回メキシコということで、皆様今後とも YouTube の配信を頑張っていきますのでね、よろしくお援くださいね。では早速参ります。今回はスウェーデンのアウトドアブランドクレッタルムセンのスキージャケット、2022年23年の新作スキージャケット、スカーナージャケットをご紹介いたします。カラーはブラックカラー、身長174センチ、体重65キロで、サイズは S サイズを着用してこういうフィット感です。着丈の長さが特徴。3レイヤーの完全防水透湿機能性の生地。ナイロン製ですね。このナイロンはバイオマス燃料で作られた電気で運営される工場。大変環境負荷を低減させた作りをしているんです。今センタージッパーを閉めてちょっと下を開けています。クレッタルムーセンの一つの特徴である斜めにこうカーブしたセンタージッパー、顎に直接当たらず首の動きに干渉しないんですね。フードをかぶっていました。トグルがあります。ドローコード閉めて、フロント2点バック1点の3点のトグルを収束することによってぴったりと収まります。こちらは同じくスウェーデンのスイートプロテクションルースター2リミテッド、ナチュラルカーボンカラーですね。サイズは LXL サイズ。どうです、ヘルメットも対応、ぴったりと収まります。スキージャケットでよし、そしてタウンユースだっていいじゃないですか。内側にはポケットはないんですが、外側には大きなフラップに隠された2つのチェストポケット、こちらもフラップに隠されたジッパー付きのハンドレストポケット、この外側からついているフラップ、これは手を入れた時にビスロンジッパーのパーツが袖口に当たらないんですよ、ね、このジッパーは干渉しないんです。スカーナージャケットを裏返してみました。フードのフロント、肌の当たりの肌触りの良い生地、しっかりとしたシームですね。でレコ、リフレクター。これですね。これが肩についています。どうですか。ね。裾にはバイオマス。バイオマスポリアミドですね。デュラコートは部分的にコーティングして、
強度を持たせる。袖口も肌当たりがいいですね。裾のドローコードはシンプルです。この袖口を見てください。これは私が持っているブラーゲジャケットと同じ収束の仕方。ウェービングベルトを収束するだけ。アモールライトの生地のフラップを開放。いいですね。このスカーナージャケットは大変しなやかで静音性に優れていますね。どうですか。本当に街でよし、ウィンターリゾート、スキー、あるいはバックカントリー、すべてのウィンターアクティビティに対応する完全防水透湿機能性のスキージャケット、いかがですか。こちらクレッタルムーセンスカーナージャケット、ブラックカラー。サイズは S サイズと M サイズのご用意がございます。数量はあと数点ずつぐらいしかありません。大変レアなジャケットでございます。販売価格は11万税込み。今回コーディネートして内側に着ているのは、はい、私も、大変気に入って使っています。バルダージップ、ウール混紡のフリースです ね。カーブしたジップ、いかがですか、ね、はい。ということで、いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。